これを俺に見せてどうするつもりですか。巨人の歯磨きを手伝ってほしいんだ。こんな貴重な体験めったにないぞ。ほら、あの上からガシガシやるだけだから、あそこまで登ってみて考えようぜ。なあ、いいだろ。はい。ファルコ、そいつから離れて。神、あんたを巨人に食わせようとしてる。ドニュー、やめろ。来るな、お前らが離れろ。ドニュー、うるせえ。聞きたくねえ。何も言うな。お前には分からねえよ。こいつを生かした方が得だって言うんだろ。だから母ちゃんを諦めろって。正しいお前なんかにバカのことなんて分かんねえよ。ファルコ、アギトの力を使って。アギトの力、ガリアードさんはそんな、やめて、ファルコ。コニーを許してくれ。おい、来るなっつったろうが。おい、何するつもりだ。何か言えよ、アルビー。さっき喋るなって言っただろ。だから行動で示すよ。俺が助けなかったらどうするつもりだったんだ。君のお母さんが人の姿に戻ってた。超大型巨人を継承してな。そうなりゃ母ちゃんを苦しめるって考えりゃわかることなのに。母ちゃんには立派な兵士になれって言って送り出された。なのに息子は子供と友達を殺すかもしれなかった。そんな兵士になっちまったんだ俺は。